ここにある一冊の本、それがブラッド・カルプというスポーツジャーナリストが書いた、その名も The Norwegian Method、 日本語でノルウェー式トレーニング。実はこの本は2024年9月現時点ではまだ発売されていない絶賛予約受付中の本でもあります。そしてこの本の目次がこちら。この写真はこの本の著者ブラッド・カルプ自身が X 上で公開しているもの。実は以前このタイトルと同じくノルウェー式トレーニングを世界最速のレジェンド級アスリート、ノルウェーのヤコブ・インゲブリクセン選手から深掘ったこちらの動画。この動画では完全解説と謳っておきながら、この目次を見て全く触れていない2つの要素を見つけたので、今回は現時点ではまだ発売されていないこのノルウェー式トレーニングをエビデンスベース科学的に扱ったおそらく唯一の本、 The Norwegian Method、 ノルウェー式トレーニングのメタ読みをしようというエンタメ企画です。ここで言うメタ読みとは、ざっくり言えば目次に書かれているタイトルだけで内容を予測するという先読みの読書術みたいなもの。この方法を駆使しつつ、現時点で僕の持っている知識をフルに活用して、このノルウェー式トレーニングの動画を改めて補足したいと思います。といっても、一つは超がつくありきたりな内容、もう一つは知っている人は知っているが、しかし知らない人にとってはそんなものがあったのかとなる衝撃的で面白い内容だと思います。今回動画を作るにあたり、教科書通りのありきたりな説明ではなく、できるだけ面白いやマジでという興味深さや知的好奇心を最大限くすぐるような、スポーツやトレーニングの専門家もおそらく知らないであろう知識をピックアップしました。もちろん毎度のことながら、全ての情報や知識には根拠付けを行い、信頼のおける書籍や論文などの一次情報ベースなので、内容が気になった方は適宜概要欄にある参考文献リストから一次情報に直接アクセスして、ご自身で知見を深めてください。この動画を最後まで見ると、あっと驚くかもしれない面白いトレーニングの知識が知れる。正直ノルウェー式トレーニングに全く興味がない方でも参考になる内容だと自負しております。この動画で伝えたいことはズバリ、トレーニング科学は面白いです。難しい話は置いといて、ぜひともそんな面白さを共有できれば幸いです。ぜひ最後の最後、僕がしっかりとした日本語に訳せなかった The Art and Science of Peaking までお楽しみください。では早速、ノルウェーというスポーツ科学大国で作られたメソッド、ノルウェー式トレーニングというレンズを通して面白いスポーツ科学の世界を見ていきましょう。このチャンネルでは、知識を速さにという言葉をキーワードに、運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたスポーツやパフォーマンスアップのノウハウを分かりやすく解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。こちらの動画で一切触れていなかったノルウェー式トレーニングの2つの要素、1つ目が第8章、メキシコシティ&ザ・バース・オブ・アルティチュード・トレーニング、メキシコシティと高地トレーニングの誕生。2つ目が第13章、Feel the Heat, The Effect of Core Body Temperature, 熱を感じろ、深部体温の影響。この2点です。といっても、人物紹介を通したトレーニングの変遷、いわゆるトレーニング史みたいなものは割愛します。こればっかりは読まないと全くわからないので。全てのことに言えますか、前後の文脈と呼ばれるコンテキストを知らないと物事の本質は理解できないので、ここで一つ言えるのは、僕自身ノルウェー式トレーニングの本質を理解していない可能性が高いという厳然たる事実です。たとえ表層は理解していたとしても、一応この部分のメタ読みができるかもしれない参考資料もあるので、補足として概要欄に載せておきます。自分はノルウェー式トレーニングの本質を全く理解していないのではないかというこの気づきだけで、この目次には十分価値があるのですが、そんな僕でも深掘れるのがこの2つの章、第8章、メキシコシティと高地トレーニングの誕生と第13章、熱を感じろ、深部体温の影響、この2つ。ではまず1つ目の第8章、メキシコシティと高地トレーニングの誕生というトピック。このトピックを読むだけで、中に書いてある内容を推測する裏技、メタ読みをしていきます。ちなみに改めて断っておきますが、これはあくまでエンタメ企画、よっておそらく間違っています。というのを前提にお聞きください。皆さんはこんな面白い話をご存知でしょうか。海抜マイナス400メートルを超える視界の大気は、海抜ゼロ地点より酸素濃度が 5% 以上も高く、潜在能力が高められるらしい。つまり標高の低い土地、海抜よりマイナスの土地で走った方が選手の潜在能力を引き出せるかもしれない。ということから、科学者であるこちらのランニングシューズに関する興味深いネイチャーの論文にも名を連ねた、グラスゴー大学のヤニス・ピチラデス博士はイスラエルに飛び、視界沿いでマラソンのできる候補地を探したという面白い逸話。そのマラソンこそ人類の挑戦、フルマラソン2時間切りプロジェクト、サブ2プロジェクトです。この面白い逸話が意味していることは、最高のパフォーマンスを発揮するには標高も大切だということ。ここにメキシコシティという場所が関係してくるのです。それが1968年のメキシコシティオリンピック。
何を隠そう、このメキシコシティという場所はかなりの高さにあるため、国際オリンピック委員会総会でも開催に反対の意見が出るなど物議を醸し出した土地。そんな場所で行われたオリンピックが1968年のメキシコシティオリンピック。そしてこの高地トレーニングに関した論文でも指摘されているように、この大会で持久力のパフォーマンスと高度の関係が明らかとなり、それ以降高地トレーニングが普及します。だからこそタイトルにもある通り、メキシコシティは高地トレーニングが生まれた場所と言えるのです。多分こんな感じの入りから高地トレーニングの重要性やその生理学的な説明の話がなされると考えられます。そしておそらく一番重要なのが高地トレーニングとノルウェー式トレーニングとの関係性です。なぜなら高地トレーニングは超がつくオーソドックスなトレーニング手法。こちらの動画でもやり手スポーツジャーナリストの指摘として車輪の再発明という慣用句で解説しましたが、まさにここでもこの言葉が効いてくるのかもしれません。またノルウェー式トレーニングとは何かと問われれば、僕は車輪の再発明以外にこの四字熟語を出したいと思います。それが温故知新、古きを訪ね新しきを知るというメジャーな四字熟語。ノルウェー式トレーニングは全く新しいトレーニング手法ではなく、従来のトレーニング手法をベースに組み立てられていることから、この新しきを知るという文脈で考えれば、おそらくその新しきという新規性は過去と現代の掛け合わせにこそその進化があるのではないか。というのもこの本にもピックアップされている人物の中で、ターミネータージェスターと呼ばれる2人の特出したアスリート、クリスチャン・ブルーメンフェルト選手とグスタフ・イーデン選手、彼らが登場する YouTube チャンネルではコーチトレーニングでの様子が結構出てきており、このような環境下でのトレーニングセッションは注目に値するからです。このノルウェー式トレーニングを説明するほとんど全ての方が強調するのがこのキーワード、二重域値設定。血中の乳酸値をベースとしたトレーニング手法、海外を含めこれらの情報を発信している方たちの僕が見つけた落とし穴、それが一切コーチを想定していないということ。そう、専門家を含めいろいろな方はトレーニングノウハウは事細かに考察されていますが、環境設定についての深掘った考察や言及は僕が調べた限りほぼゼロが、しかしこのノルウェー式トレーニングというしっかりと書かれていそうな印象が強いトレーニング科学の本には第1章まるまる高地トレーニングに当てられているという事実を考えると、実は二重域値設定というクリティカルなトレーニングセッションにおいても環境設定がキーワードとなってくるかもしれない。これが温故知新での古きを訪ね新しきを知る、トレーニングの組み合わせ掛け合わせのこと。高地トレーニングという従来のトレーニング手法に二重域値設定と呼ばれる運動強度の設定管理を行っているのではないか、このような推測もできるのです。これが僕が先ほど出した高地トレーニングとノルウェー式トレーニングとの関係性という意味。この掛け合わせがノルウェー式トレーニングでの新規性を生み出し、なおかつこの目次にあるようにヤコブ・インゲブリクセン選手をはじめゴールデンジェネレーション、黄金世代と呼ばれる世代を作れた一つの秘密かもしれません。この目次の短いトピック、メキシコシティと高地トレーニングの誕生、このタイトルからノルウェー式トレーニングを独自に俯瞰すると、トレーニングの主義手法ではなくどのような環境で行うのかという環境設定も考察に値するかもしれないということ。こちらのホーキンスの再来と評される天才物理学者カルロ・ロベッリ博士のこのおすすめの本のタイトル通り、世界は関係でできている。もちろん人間も環境に適応しようとその性能を変化させる、その最たるものが高地トレーニングの本質そのもの。具体的には高地に住んでトレーニングすることで赤血球の量やヘモグロビン濃度が増す、この生理学的な変化、体に起こる性能の変化によって血液の酸素運搬能力の向上、最大酸素摂取量の向上、結果持久力の向上につながる、世界は関係でできている、この言葉の意味するところは、この世界の成り立ちはお互いがお互いに影響を与え合うという相互作用こそが全てであり、その関係において物理法則が働くという面白い主張。僕は走り方などのテクニック論も同じ視点、不整地、アスファルト、シューズのクッション性能など路面や履物の関係性からも規定されると考えているので、もしフォーム論を考察するには体の動かし方だけでなく、どのような環境で走るのか、どのようなシューズで走るのか、この世界との関係性をも知った上で考察すべきだと考えます。だからこそハーバード大学教授のベアフット研究や人間の持久力を考察した走る進化についての論文が大好きなのです。以上からノルウェー式トレーニングをどこで行うのかという環境設定の大切さ、テクニック論である二重域値設定と高地という環境のお互いの関係性が実は思ったより重要なのかもしれません。というのは正直かなりの妄想、いわゆる深読みです。結構メタ読みが過ぎたので、
僕の話は笑い飛ばしてくれて OK ですが、重要なのはノルウェー式トレーニングの練習環境、標高が高い高地によってそのトレーニングの持ち味がさらに発揮されるかもしれないということ。例えば日本のプロアスリートで彼らと同じ練習、同じメニューをやっているのに全く成果が出ないとなった場合は、もしかするとこのようなコーチという環境設定が一つの鍵になるかもしれない。個人差や人種差という簡単な言葉で結論付ける前に、もっとトレーニングの前提を深掘らなければならないのかもしれない。このような着眼点を得られる素晴らしいショーの可能性がある。特に難しい文章や英語の文章は目が滑りがちなので、ノルウェー式トレーニングとコーチという環境がどのように関係しているのかという軸を作って読み進めると、ただ文字や文章を追うだけでなく、なるほどという気づきが得られるかもしれません。本当はこれがメタ読みという一種の当てをつける読書術だったりします。ちなみにこれは僕の経験上導き出した完全オリジナルの方法なので、そこだけはご留意ください。そんなものはメタ読みではないという指摘が入るかもしれないので。ちなみにこの1968年のメキシコシティオリンピックに関した科学者たちのある議論、高地トレーニングの要にもなる赤血球に関した面白い話は、こちらの僕が好きな早川文庫 NF ノンフィクションレーベルから出ている良質のこの本、デイビッド・エプスタインが書いたスポーツ遺伝子は勝者を決めるか、アスリートの科学が超おすすめです。参考ページなどは概要欄にコメント付きで記載しておきます。赤血球は死ぬほど面白いとなります。また高地トレーニング自体を深掘れるおすすめ書籍も同じく概要欄で紹介しておきます。では僕がこちらの動画で触れていなかったノルウェー式トレーニングの盲点2つ目、それがこの章、第13章 Feel the Heat Defect of Core Body Temperature、 熱を感じろ深部体温の影響。これはいろいろと説明するよりは百聞は一見にしかず、概要欄にあるターミネーターと呼ばれる金メダリストクリスチャン・ブルーメンフェルト選手の動画をちらっと見てください。きっと驚くと思います。なぜならこのようないかつい機器を体につけてトレーニングしているから。この機器こそが Feel the Heat 熱を感じろの真骨頂。知る人ぞ知る持久系スポーツ界隈で一世を風靡した深部体温計、深部体温モニターです。一時期は結構この話で持ちきりになりました。記憶が曖昧なのですが、東京オリンピックの酷暑対策のため暑熱順化アプローチ法として導入するアスリートが増え始めたような印象です。このいわゆる暑熱順化のスポーツ科学がノルウェー式トレーニングに一生を割かれるほど関わっているというのが個人的には驚きです。そもそもなぜ深部体温と呼ばれるコアボディテンペラチャーが大切なのかといえば、この温度が人間のパフォーマンスの限界となりうるからです。というのも臨界体温と呼ばれる活動限界、活動リミットが人間を含む動物には存在し、そこを超えるとオーバーヒートしてパフォーマンスの急激な低下が発生するのです。まあめっちゃかっこよく言っていますが、いわゆる熱中症です。それが我々が脇の下やおでこで測る体温とは別のもっとコア深い部分の温度と関係する。皆さんは動物の体温の測り方をご存知でしょうか。動物病院で犬や猫の体温を測るとき、直腸温を測ります。つまり深部というのは内臓表面の温度ではなく、お尻に体温計を刺してその温度を見ます。これは獣医学では腸がつく常識的なやり方。ちなみに本当に緊急時は人間でも直腸温を測ることもあります。というように体温の本質、臨界体温は体の内部の温度、それがコアボディテンペラチャー、深部体温です。最新の知見ではこの臨界体温は当初言われていたほど不動のものではないとの見方もありますが、だいたい40度くらいということから、最強の冷却方法は内臓を直で冷やす方法、そうかき氷を食べるフローズンドリンクを飲むことだったりします。この方法は結構しっかりと研究され、パフォーマンスアップにつながると示唆されてもいます。実際に2008年の北京オリンピックではフローズンドリンクマシンが配備されていたりもしました。そしてここが腸がつくほど面白いのですが、このフローズンドリンクの肝は、実は冷やす効果は内臓というより脳に効いているのではないかという話も存在します。この面白い知見は概要欄で関連書籍を紹介しておきます。暑い中で最高のパフォーマンスを発揮するには深部体温の管理が重要となり、暑熱順化という目に見えづらい状態を数値化し相対化できる。これがブルーメンフェルト選手の YouTube チャンネルにあるような変なデバイスをつけてのトレーニング手法、トレーニング強化方法なのです。というように血中の乳酸値測定を含め、最新式の科学ガジェットをガンガン駆使するのがノルウェー式トレーニングの特徴。実際に持久系アスリートのための深部体温測定デバイスは市販されており、一般のアスリートでも購入可能です。 PR 動画ではないですが、気になる方は概要欄に公式サイトの URL を貼っておきます。使い方やどのようにトレーニングに応用するのかは、そちらのサイトや動画をご覧ください。
ちなみにこの商品こそがノルウェーの選手たちが実際に使っているものでもあります。これに関連して使用デバイスが違うので何とも言えませんが、日本で行われたこんな研究もあります。それがスポーツ現場での深部体温測定における体温連続モニタリングシステムの有用性と題された研究。この研究も概要欄に貼っておきます。この研究の被験者たちこそ何を隠そう大学の男子陸上長距離選手たち。よってロードバイク選手やトライアスリートがメインとなっていますが、ランナーでももちろん使えます。この研究で使用されたのがこめかみにつけるタイプなので、もし本当により正確な数値を取ろうと思えばおでこにつけるのがいいかもしれません。実際に海外のプロはおでこにつけて計測しています。気になる方はこちらも概要欄をご覧ください。このような最新のガジェットも駆使しつつ努力を可視化するのがノルウェー式トレーニングだと僕は感じています。そして個人的に気になったのが最後の17章 The Art and Science of Peaking という章。なぜならノルウェー式トレーニングの表層をざっと見た感じ、このトレーニング手法の要はピーキングにありそうだという直感が働いたためです。ピーキングとは本番当日ドンピシャに心身ともに最高の状態ピークに持っていくこと。二重域地設定や高地トレーニング、深部体温測定も所詮手段でしかなく目的ではない。科学者は逆算で物事を組み立てていく傾向があるので、どの時期にどのトレーニングをどのくらいの負荷でどこで行うのかがおそらく最も重要。このようなピーキングの妙みたいなものが結果にもろに出そうな感じがします。このピーキングをうまく設計できていない時点で、どんなに二重域地がや走行距離がなどのテクニック論を喋っていてもおそらく失敗する。再現性が担保できないような気がめちゃくちゃします。あくまで推測ですが、だからこそ The Art and Science of Peaking、 アートという言葉に意味があるのではないか。ここで言うアートとはおそらく2つの意味が含まれており、1つが芸術作品、もう1つが技術技法、もしくは熟練したスキル専門のスキルという意味。芸術作品のように作品を作る前に自分の頭に作りたいもの、描きたいものを描いてからそれを実際に表現する、それこそがピーキング。本番で最高のパフォーマンスを発揮させる技術の極意。そしてその超がつく難しさを現代の科学技術を駆使することで再現性高く実現できるのではないか。これが可能になったからこそノルウェー式トレーニングにおいてヤコブ・インゲブリクセン選手やクリスチャン・ブルーメンフェルト選手、グスタフ・イーデン選手など世界トップレベルの選手を輩出できたのではないか、というようなことが書かれているわけではないと思いますが、個人的にノルウェー式トレーニングを調べてみて The Art and Science of Peaking というタイトルから連想したのがこのような感想です。ここまで妄想を膨らませ考察できる科学的トレーニング、それがノルウェー式トレーニング。本当に興味深いトレーニングです。ということで僕は予約しましたが、英語に苦手意識のない方は購入してみるのもありかもしれません。もちろん電子書籍版、Kindle 版です。おそらく日本語版が出るのは1年以上先だと思いますし、そもそも日本語版すら出ないかもしれません。と言っても心配はいりません。理解できなくても全然 OK で、知識に触れる経験こそが大切だと僕は思っています。しかもはっきり言って現在の AI 翻訳技術は日本生まれの大学院生、もしかすると大学教授も凌駕するレベルまで精度が上がってきているので、それらの最新テクノロジーを活用するのも一つの手です。何を隠そう僕も死ぬ気で英語を勉強してきた側だったので、正直翻訳 AI の精度の高さに泣きそうです。そんな電子書籍や翻訳 AI、 ノルウェー式トレーニングのように最新科学をガンガン使っていきましょう。そうすれば世界はとてつもなく広がります。今回参考にした資料や文献、動画などは概要欄にできるだけ載せておくので、気になる方はそちらから深掘ってみてください。このチャンネルでは運動経験ほぼゼロから独学でトライアスロン日本代表になった僕が、書籍をベースとしたランニングのノウハウやモチベーションを上げるヒントを分かりやすく噛み砕きながら解説します。根拠のある知識を知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。